ジェラルトの部屋か。お主まだ泣いておるのか。時を戻す力をもってしても救えなかったとあらば、もはや定めと諦めるほかあるまい。定め、仇は必ず、うん、あの邪悪なる者たちをこのまま野放しにしておくわけにはいかぬ。そうじゃ、ジェラルトが探せと言うておったのはその棚の裏ではないか。これはジェラルトの日記のようじゃ。顔に似合わずちまちました字を書きおる。余計なことを。これはお主が生まれる前じゃろ。随分と前から書いておったのじゃな。ん？そこを読んでみよう。1159年綱弓の節。綱弓の節、二重の日、曇り。あいつの死がまだ現実のこととは思えない。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、本当にそうなのか。そしてあいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は産声さえ上げようとしない。綱弓の節、25の日、雨。相変わらず赤子は泣きも笑いもしない。レア様は心配ないと言っているが、泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると脈は正常だが心音が聞こえないなどと抜かしやがった。飛竜の節、二の日、晴れ。赤子を連れてここを出ようと思う。だが赤子には教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。飛竜の節、八の日、雨。昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことか。とすると、ん、誰か来たようじゃ。ここにいたのか。レア様が先生を探しておられたぞ。そうだ、謁見の後食堂に行かないか。あれからろくに食べてないだろう先生。なんて、まだそんな気分になれるわけがないか。ジェラルト殿のこと、力になれなくてすまなかった。落ち着くまでここにいればいい。皆やレア様には適当に言っておく。そうだね、そうさせてもらおうかね、たまにはね。ああ、俺たちはずっと先生を待っているから。俺はな、先生、立ち止まらずにいられる者だけが強い人間だとは思わない。立ち止まって死者を悼むことができるのも人間の強さの一つだと俺はそう思う。だがな先生、どんなに悲しくても涙はいつか枯れてしまうし腹は減る。自分は何をするために生きているのか、その目的にすがって歩き出すしかないんだ。目的。4年前、あの忌まわしいダスカーの地で俺もお前と同じ思いを味わった。誰よりも強かった父は俺の眼前で首を落とされて死んだ。誰よりも優しかった母は俺を残して炎の中に消えた。大事な仲間もかけがえのない友も俺は誰一人として救えなかった。死者の無念を晴らす、それがあの日ただ一人生き残った俺のなすべきことだ。その意志が再び立ち上がり歩き出す力を俺に与えてくれた。ジェラルト殿が亡くなった今、
先生がなすべきことは何だ。先生の中ではもう心は決まっているんじゃないのか。一つだけ先生に伝えておく。先ほどセテス殿が騎士団を招集し大規模な捜索を始めるとおっしゃっていた。すぐにとはいかないだろうが、近いうち敵の足取りもつかめるだろう。誰が何と言おうと俺は先生に付き合うつもりだ。最後までな。さて、あやつの言うように心が決まっておるのかの。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後で読むがよかろう。じゃが、そうか、わしには一つ分かったことがある。わしがお主と共にあるのはおそらくは。待っていましたよ、誇り高き騎士を失ったこと。私も哀戚の念に耐えません。私にとってジェラルトは長年の同志であり友でもありました。長年と、いつ出会った。そうだね、どういう関係性か全く分かってないからね。とても昔とだけ言っておきましょう。その頃ジェラルトは王国の兵士でした。戦場で傷つき命の灯火が消えかけていた彼を私が助けたのが最初の出会いです。以来セイロス騎士団の一員として聖教会のために尽くしてくれました。なぜ騎士団をやった。彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、やがて二人は愛を育みました。しかし彼らの子が生まれるのと引き換えに修道女は命を落としてしまったのです。彼女は我が子と自分の命を天秤にかけ子供の命を救うように私に託しました。彼はその事実を受け入れられず、赤子をあなたを連れて突然出て行ったのです。ああ、そうだね、紋章母から受け継いだ。母は何者。それはあなたの母親は私の。お話し中のところ失礼いたします。私のレア様、急ぎお耳に入れたきことが。周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め心を鎮めることのみに専念するのです。いいですね。何かしら接点はあるんだね。白雲の章、守護の説、女神の行方。守護聖人セイロスはかつてのこの季節に姿を現した。フォドラ中で巻き起こる戦火に心を痛めた天上の女神が使わしたのだ。セイロスの頭上では白き者が翼をはためかせ戦いに赴く彼女らに文字通り追い風を送ったという。このような夜更けに何を。ほう、盗み聞きか。いい趣味をしておるな。先生、今は静かに。あれはエンテイとモニカ、それにモニカを助けた魔導士じゃの。ああ、復讐、まあ、復讐は出ないけど、やつの名はそっちだろうね。まずだが、もう少し耳を傾けていればわかるかもしれない。
奴らの企みを暴くまたとない機会じゃ。我慢せい。タレス様が助けてくれるなんて、もうめっちゃ感激。お主が死ねば我らの身の神秘が暴かれる。それを防いだのみ。それにお主には残っておろう。やらねばならぬことがな、クロニー。もちろん、ゾロンと協力してやるよ。任せといて。うるさい奴だ。お主には煩わしかったか、エンテイよ。目を離せぬのだから致し方あるまい。お主は我らの最高傑作。汚れた獣の血を焚き火とし、神をも燃やし尽くす炎なのだから、今こそその力でフォドラを洗い流す時。それこそが我らの救いとなる。ダスカーでアンバレでむごたらしい行いを繰り返してきた貴様らに、果たして救いなど来るかな。すべてはお主が力を得るためにやったことではないか。やっと見つけた。ここで出たら台なしだよね。待って、テルナ、もっと話を聞こう。今を逃せば機会はない。お前が熱くなってどうする？聞いたところで何もできぬ。今までもこれからもな。探検？いや、違う。そんなことがあるはずがない。先生、撃つべきは奴らだ。俺の家族も、ジェラルト殿も、みんな奴らが殺した。ひとまず修道院に戻ろう。園庭の探検は俺が持っておく。青色の探検桜、なんか関係性はありそうだよね。ありがとうございます。さあ、新しい年になって曲も変わったね。じゃあ、散策などして1月31日イベントがあるまでちょっと進めたいなと思います。聞いたか先生、敵の居所がようやく割れたそうだ。大修道院近郊の封じられた森に潜んでいるらしい。掃討作戦の決行に向け、レア様は各地に派遣していた騎士団を招集している。俺たちに、いや先生に知られないように秘密裏にな。なぜ秘密に？奴らの居所が知れればお前は間違いなく飛び出していく。それを案じたのだろう。だがお前はそれじゃ納得できないだろう。先生、俺たちに出陣を命じてくれ。待ちなさい。そのような行動、私は許しませんよ。騎士団が最も出払っている時に合わせて発見の報告があったのだ。君が出てくることを狙ってわざと姿を見せた可能性すらある。彼らはジェラルトさんを奪った相手。憎いのはわかるが、ここはこらえてくれ。まあ自分が行く。次長なさい。ここは私たちに任せるのです。ジェラルトに続き
あなたまで失うようなことはあってはならないのですから。レア様、セテス殿、あなた方も理解されているはずだ。騎士団の主戦力が出払っている今、お二人が動いて修道院を開けるわけにはいかない。敵の力は未知数。彼らと渡り合えるとすれば、英雄の遺産を扱える人間くらいだ。となれば、奴らの討伐のために誰を派遣すべきかは明白ではありませんか。先生が出るのなら私たちも同行します。すでに出陣の用意は整っている。もはや騎士団の集結を待っている時間は残されていないはずです。出陣の許可を。あなたはそれで良いのですね。わかりました。ではあなたたちに命じます。封じられた森に潜む敵を一人残らず討滅しなさい。何が起ころうとも主の加護を持つあなたであれば乗り越えられるはずです。先生、敵が誰であろうと俺たちは務めを果たすだけだ。行こう。はい、じゃあちょっとね、いろいろアイテムの準備とかしたんで行きたいなと思います。封じられた森の罠ということで、ジェラルトの敵の居場所がついに判明と。一行はレアの抑止を退けて封じられた森へと名付けられた侵入禁止企画に向かう。たとえ敵の罠が待っていようと思った。そうなんだよね、前回やられてるからね。封じられた森の罠。この先が封じられた森のようです。警戒を怠らぬよう。ジェラルト殿の敵討ち、私も力添えさせてください。先生、私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわね。先生、任せてください。僕も全力で頑張りますから。しかしな、トマシさんには世話になったし、戦いにくい相手だよな。顔見知りと戦うのってあんまり好きじゃないわ。仕方ないよ、辛くても戦わなきゃいけない相手とは戦わなくちゃ。後ろから切ればいい。顔さえ見なければ顔見知りかどうかなどわからん。顔を見なければわからないか。あ、そうだな。なあ先生、修道院で口にしたのが建前だとは先生も分かっているよな。お前の敵は俺の敵でもある。それに最後まで付き合う、そう言っただろ。そうだね、頑張ろう。あ、共に務めを果たそう。大丈夫だ、今までも一緒に戦ってきただろ。たまには俺たちのことも頼りにしてくれ。どんな相手とも戦う覚悟はできている。そう、どんな相手だろうと。さあ、それじゃあ整えていきますか。お、今回は一人でどうにかできる感じだね。一人っていうのがありがたい。持ち物は、持ち物帳交換しとこっかな。いやー、調合薬買っとけばよかった気はするが、あとマップを見とこうか。魔獣1か。1だったらモニカ、アサメイの剣。はまあ、モンスターか。左宝がある正面はボスがいると。毎ターン回復も確か狙っていきたいんだけどね。動き次第だな、左来るかな。じゃじゃじゃ、配置を、変えれないか。
よし、じゃあ始めていきますか。じゃあ花だよね。よし、じゃあやっていきましょう。さあ、今回はエルザしかいないんでね。あ、来た来た、ようこそ死の森へ。なんちゃって。私の名はクロニエ。この弱っちい女は仮の姿よ。これが本当の私の姿。そこの獣さんたち、私が相手してあげる。焦らず戦おう。さあ、やつをね。仕留めないといけないんだっけ。どうしよっかな。反撃から入るか一回。で今回ね、うまいこと能力アップのアイテムがなくて仕方ないんだよね。ほらほら、のんびりしてると私逃げちゃうよ。あ、もしかして逃がしてくれるつもりかな。みんな優しい。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。そう、待ち伏せで、とりあえずって感じだけど10入るか。で攻撃がそれだけ通る、ってなると一旦引いて、多分これで解除1回できるんだよね。一旦とりあえず引けるもの引くか。これ以上はという感じだけど、ここら辺で、はい、回復。一回畳みかけたいところはあるか。賞賛はあったよ。さあ、魔導の杖。魔導の杖が、油断はしないで。さあ、焦らず戦おう。槍有効を、ってなるとギリギリ狙いすぎか。一発もらうが回復して、ミス、ナイス。この状態でシールド回復。次に備える。とりあえずダブル抱いてしなければ。油断はしないで。いい勝負ができたね。
で、ちょ森の中戻る。で、焦らず戦おう。欲しいもの回復しといて、輸送隊に戻そうかね。速さ、いやでも祈りの方が優先高いな。さあこれでいこう。これでいいか。始末。ね、槍をね上げたいのもあるからね。さあ攻めてきた。結構動き、全体的に動きが多そうだね。さあ大物を一人倒すと加減すべきだ。さあ次は倒せれてないか。そっか。左ルートから抑えるのは問題なさそうだね。左抑えてで上か。焦らず戦おう。祈り。射程はどうしても下がるからね。弓か、こうなるとね。攻撃をかまして、さあ一発削って。来るかな？来たね。これで下が抜けられる。いい勝負ができたね。ちょっと邪魔。マジでね。一マスないだけで全然変わるから動きが。壊滅。油断しないで。さあ、あと24段回復するだろうね。焦らず戦おう。警戒が必要ね。結構削れるね。逆によく生き延びてた。油断はしないで。仕留める。で、森に逃げる。とりあえず回避上げないと。で次がこっち読んだらどうだろうかな。賭けやね。まだ様子見てないからね、この辺りは。
シミだけ、シミだけ来てくれるわ。攻撃して、安全圏に逃げる。で、回復したから、一回顔を出して、さらに2。こっちかな、逃げる。そう。あと1メーター。もうちょい離れても全然良さそうだけどね。さあ、技能が上がった。弓だね。で、逃げる。だよね、ギリ来るよね、そこだとね。油断はしないで。そこ範囲内入ってるもんね。持ち物。で、に。ちょっと賭けやな。いい勝負ができたね。そう、始末。それが、はい、タットは言い難いな。引いて、さあ、先に馬を。で、この状態で、弓に切り替えの、違う、しくったいや、ここはちょっと安全牌取ろう。さあ、あとちょい。いやー、これでいけるか。いやー、紋章の発動はなかったね。あ、とりあえず発動はしてないね。1234567891。敵で来たらめんどくさいのは左を潰し行くか。で、ここまで来ると一気に来るよね。弓に変えて、これでいいかな。やっぱ一気に弓部隊来るか。さあね、レベル帯的に近いところだからさ、結構
さ、いやそうか。ねえ。そうなってくると、余裕で。いい勝負ができたね。先に一人削るか。で、引いて。大丈夫ですね。この状態で。先にこっちやな、騎馬。で、こっちにいると。おう。さあ、どんどん来るね。槍、剣、ああ槍でこう。あ、ちょっと場所しくった。あ、でも移動的に無理だろ。さあ魔導士がいる。さあ相手弓で攻撃。止めておく。で移動がね遅かったからね。来たね。窓はそこからパシにしてて大丈夫として、とりあえずちょっとおの系かと思ったけど、ここで、弓が壊れる。持ち物、出直してくる。さあハンマーゲッチュ。この経験は糧になる。さあこちらもゲッチュ。やべえな。交換で調合最高。弓。あー、アイテム変えたからか。よし、魔法避けたね。であれば、いい勝負ができたね。さあ削る、ノール。よし、いやだいぶ落ち着いてきたね。油断はしないで。この経験は糧になる。やっぱ遠距離系が辛いね。焦らず戦おう。さあ宝箱ゲッチュの
あたりはいらないけど、回復系落ちないかな。プラスが落ちてることあるんだ。回収回収。500個あれば OK でしょう。いや、一番黄色が落ちてくれてると助かるんだけどね。いや、ここでいいとして、剣でしょう。のこのこ現れて、あんたばっかね。そんなんじゃお父さんの仇取れないよ。あんたも殺してあげる、あたしのこの手でさ。13。なかなか。どうしたんだ。さあ経験値29。やっと29。さあ騎士団の補充で多分猛攻か。ナイスヨッキー。苦しんじゃえ。あー、移動ができないわけね。はあ、ここで、なるほどね、会心出たか。ってなると、この地点攻撃が来るって感じか。剣、速さ。普通に倒してしまった感じがしますな。みんなで。はびこる世を救済するその礎となるのだ。
時は来た。ザラスの禁獣よ、そのアギトを開くがよい。今の魔導は、先生はどうなった？見たか、奴は飲まれた。禁獣の闇に。未来永劫、虚ろな闇をさまよい、再びこの世界に戻ることはない。天帝の剣は惜しかったがな。そんな、嘘、先生が死ぬはずない。そうですわ、先生は特別な方なのですから。あの人がこの程度で死ぬとは思えない。確かにまだ死んではおらぬであろうな。だが死んだも同然よ。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ。苦しかろう、絶望に飲まれよう。まだ生きている。殿下、望みを捨ててはなりません。ああ、先生は必ず助け出す。そしてこの外道も殺す。指の先から刻んでやる。耐え難い苦しみの中で死ね。その態度、つまらぬわ。まあよい、望むならば加えてやろう。お前たちを死での行列にな。この馬鹿者、敵が待ち構えておるところに突っ込んで罠に引っかかるとは何じゃ。お主は転がり出すと止まれぬ岩か。イノシシとてもう少し考えおるわ。悪かった。謝れば済むと思うてか。この闇は恐ろしいものなんじゃぞ。わしはお主と共にあればこそこうしてここにおるが、ここはうつしおから隔絶された闇の世。それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。死ぬ覚悟はできたか？できない。それはそうじゃろう。わしとて死にたくはない。じゃが、はあ、他に術はないか。お、なんか術があるみたいだね。術？のお主、ジェラルトの日記は覚えておるか。お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。それはおそらくわしのせいよ。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。お主の中にあったわしが作用してな。レアは一体いかにしたのか。お主の中にわしを存在させた。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そう、女神、いや神祖としての力をな。我が名はソティス。それが何の中、お主は聞いたはずじゃ。始まりのもの、
フォドラの守護者にして生きとし生けるものを導く神祖。わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心なのじゃ。まあね、話出てきてたからね、そんな気はしてた。高級の闇よりいずる術は一つ、わしの神祖の力を使うより他はない。じゃがわしは体を持たぬ。それゆえお主に力のすべてを渡さねばならぬ。それはお主と一つになるということ。そしてわしは消えるのじゃ。消え、あー、じゃあこの会話もなくなるのか。消える、そんなことはできない。消えると言うてもすべてなくなるという意味ではない。わしはお主になるのじゃ。いつもお主と共にあろう。じゃがこうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの。わしは常にお主と同じものを見聞きし、お主に散々あれこれと言うてきた。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。礼を言うぞ。わしと共に会ったのがお主でよかった。こちらこそ。さあ願え。わしとお主の意志が重なれば二つは一つになる。あの森へと戻り敵を撃ち、コアッパどもを助ける。それがお主の願いじゃろう。わしとお主の意志は一つとなった。時のよすがをたどりて見出した斧が答え。始まりのものたるわしに示せ。その闇で何を見た。ありえぬ。あの闇をくらえるのは我が手で始末をつけねば戻ることもままならぬか。さあ、ソティスと融合したことに、天帝の剣は真の力を取り戻しましたと。それはいいとして、天帝の剣が
剪定の発見 A15 破天が使えるようになると。いやー、この魔物をどう引きつけるかやな。さあ、動きを見てみようかな。右側来た、左右来たね。さあ、技能が上がったけどライフはやばい。加減すべきだ。まあ、相変わらずライフがやばいね。範囲的にはちょい下か。邪魔やねちょっとね、さあまだ全然ただ削れてないんだよな。とりあえず逃げる。とりあえず引きながら。油断はしないで。回復はするかどうか悩みものではあるが、持ち物を一回弓に変えて、回復して、いい勝負ができたね。さあ倒した。まず一体は仕留めた。ただこの後
派遣内野やれるけどっていう感じか。どっちみち一発被弾するか。さあ様子見。どうなるかな。この経験は糧になる。さあ鋼の音月中リスク高いな。それはちょっとリスクが。はい、行き。で問題は回復アイテムだな。いい勝負ができたね。さあ逃げて距離を置いて。来るねー。これでいいかな。一回ブロック弾くぐらいか。はい、いい。こい。で、さあ、傷薬。しくったな動きね。油断はしないで。焦らず戦おう。もらいすぎやな。いやーモンスター対策大変やな。左はないんだよね。左ないんだよね。確かに。まあ、ターンさえ稼げれば回復はできるから。君がそこを攻撃してくるならここか。要戦。まあ天敵の方がやっぱ確実か。一回見てみようかな。もうね。よし。
お、避けた。で、もう一発。なるほどね。確実に発動する感じか。なるほど。そりゃ強いわ。ただね、回数が決まってるんだよね。さあ、一つのシールが発火。いい。ただ攻撃力はめちゃくちゃ上がってるんで、引こう。倒した第一関門クリアって感じかな。いやーいや大変や。レベルが30近くあってこれだからね。マジ考えもんよ。焦らず戦おう。大量に回復は、まあ、超薬が欲しいね。あとは、弓が何かと大正解だね。回復。飛行以外はね、足つければっていうとこか。これでいいかな。さあ、あとは魔導士来るかな。さあ、あとは一人。わしは貴様が恐ろしい、恐ろしいなどという感情はわしの中になかったはずなのに。だが貴様だけは消さねばならぬ。それ強っ。そんな削ってくる？剪定使うか、せっかくだしね。いやー強いね。このわしが獣ともに破れようとは。これで終わりではない。我らの悲願、必ずやタレス様は。さあ、封じられた森の罠ターン77ってクリアですね。ターン77っていやー魔物がきつい。魔物の攻略をどうにかしないと結構辛いね。先生、無事でよかった。大きな怪我もないようで本当に何よりだ。それにジェラルト殿の仇も死んだ。釈然としない形ではあったかな。それで先生、その姿は。俺たちの知らぬところで何があった？そうだね、女神が力を貸してくれた。女神が現れて力をくれた。それはまるで神話の再現だな。
だが空を切り裂く先生の姿を目の当たりにして信じないというわけにもいかない。神話の再現。ああ、女神の啓示を受け力を授かった聖者セイロスの神話だ。かつて女神はセイロスを使わして力に溺れた邪悪なる王を討たせた。きっと邪悪を討たんとするお前の姿に女神はセイロスと同じものを見たのだろう。先生が女神に力を与えられたセイロスなら俺に似合いなのは、ああいや何でもないんだ、おかしなことを。おい先生どうした？ね、まさか寝ているのか？一体どういう。とにかく早く誰かに見せなければ。すまん、担がせてもらうぞ先生。時の夜すがに灯る炎、川もにたゆたう記憶のかけら。まだ動いてはいけません。ここはどこ？何も心配はいりませんよ。あなたを傷つけようとする者はここにはいないのですから。今この時が永遠に続けばいいのにと少しだけ思ってしまう。手繰り寄せられた時を共に紡ぎ、果てなき世を二人で追っていきたい。あなたの身に何が起こったのか、おおよそのことは聞いています。この姿、主より力を授けられたのですね。あなたが天帝の剣を手にしたその時から、私はあなたがいつかこうしてオドラをあまねく照らす女神ソティスの力をその身に宿すことを信じていました。あなたは私の。さあ目を閉じて、このままもう少しお眠りなさい。私がずっと見ていますから。はい、ということで、エピソード10はこれでクリアですね。さあ、だいぶ、まあ、第1部、第2部あるような感じ、第1部がそろそろ終わりなんじゃないかと。1月も終わりだしね、2月、3月、まあ、あと2ヶ月ぐらいで、第1部終わるんじゃないかと思いますが、まあ、また頑張ってやっていきたいと思います。いやー、にしても、大物かなボスよりモンスターが大変やなー。まあ、ちょっと対策はさっきみたいな、逃げれれば逃げるみたいな対策だね。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあまたな。